本日勝利おめでとうございます。今日の試合の振り返りお願いします。今日は、気温が暑い中みんな走ってくれて、自分も1点絡めて、追加でもう1点味方が入れてくれたけど、最後後半で集中とか気持ち締めれてない部分で真ん中ぐらいから打たれて失点したっていうのはちょっと悔しいので、次回の試合でまあこうやって気抜かないようにシュートブロックもしっかりして相手にアプローチかけれるようにしたいです。ありがとうございます。